どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとうこちらのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードがですね到着いたしましたので、本日の動画ではですねこちらの開封とね券面レビューねやっていきたいなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボイプレミアムカードがですね2022年の2月の24日よりですね新規申し込みとですね券面切り替えね申し込み可能になりまして、私はですね2月の24日にアメックスのねプラチナコンシェルジュでこの券面切り替えね行ったっていう風になっておりまして、マイページの方でもですねこんな感じでカード発行状況ね見れるわけなんですけども、3月5日お届け予定っていう風にね記載があって、まあそのぐらいね届くんじゃないかななんていう風に思ってたんですけども、こちらね3月2日の午前中にねポストに入ってたっていう風になりますんで、いや非常にね早く送っていただいてねありがたい限りですね。またねアメックスの場合はですねこの券面切り替えとかね新規発行の時はね書き留めで送られるんですけども、加速カードとはねそういうものはね結構普通郵便でね、まあ、来るんですよね。これ結構びっくりしますよね。中身ねクレジットカードなんで、まあ、取られてね使われたら、まあ、不正利用になるわけなんですけども、まあそういうのはねないんですかね、ちょっとびっくりしているんですけども、まあ何はともあれですね今回ねマリオットボンボイプレミアムカードね到着いたしましたので、開封とね券面レビューねしていきたいなというふうに思いますので、まだねカード到着されてない方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね開けていきたいなと思います。本当にねまだね私も全然券面全く見てないんでね、かなり楽しみです。どんな感じなんでしょうかね。まあ黒なのはあれなんですけども、ではね開けましょう。ちょっと個人情報がやっぱり入ってますねってことなんで、ちょっとねテーピングだけねさせていただきたいなと思います。はい、それではねテーピングの方が終わりました。では行きます。こんな感じになってます。いやめちゃくちゃかっこいいですね。いやめっちゃかっこいいです。これねどうでしょうか皆さん、結構かっこいいんじゃないですか。いやね黒がですね本当にちょっと黒なんですけども、ちょっとグラデーションがかってるっていうかね、まあ、そんな感じなんですよね。いやーかっこいいですね。でこのね左上にねマリオットボンボイっていうね記載があって、プレミアムっていうのがね記載がありますね。いやーどうでしょう。いやめっちゃかっこいいんじゃないでしょうか。はい、でこちらにねアメリカンエクスプレスっていう文字があって、まあ、このねテーピングしているところにね番号があって、でここにねセキュリティコードがあるっていった形になります。ちょっとね画像で写ってるかわかんないんですけども、なんかねこれなんて言えばいいんだろうおしゃれなね線みたいなのがちょっと語学力っていう感じなんですけど、ここにねデザインがあしらわれておりまして、いやどうでしょうかね。いや非常にかっこいいんじゃないでしょうか。で裏面もねお見せできるかな、大丈夫そうかな。そうですね、ここだけ隠しておくか。一応大事そうなところはテーピングしたんですけども、裏面はねこんな感じになってまして、私の指のところに有効期限とかね記載があるっていった形になります。まあそれ以外のねここら辺の文字とかはね今パッと見た感じだと、まあ、SP ジャメックスのね時とね同じっていう感じですかね。いや黒さもね結構なんて言うんですかね、独特の感じで非常にねかっこいいですね。いやいい、うん、やっぱり新しいカードっていうのはね非常にワクワクしますね。でマリオットボンボイってね入ってるんですよね。まあ当たり前なんですけども、まあ今までとねちょっと新旧比べましょうかね。こんな感じになります。ちょっとねこんな感じでピンと合ってるかな。はい、こんな感じになってまして、もう SP ジャメックスの方はねもう今年更新だった今年ね切り替え更新ですかだったので、もうかなり年季が入ってたんですけども、いやねいいですね、非常にかっこいいです。うん、まあこちらのね、SPG のね、券面もね、結構ダサいとか言われてたんですけど、まあ私はね、結構好きだったりするんですけど、どうでしょうかね。まあ結構ね、あんまり好きじゃないっていう方もね、多かったと思うんですけども、まあ今となってはですね、もうね、この SPG アメックスのね、券面を発行することができないので、まあある意味ですね、結構貴重っちゃ貴重なね、感じがするんですけども、いや、この新しいカードもね、やっぱりかなりかっこいいですね。で、あれなんですね。私が持っているね、アメックスプラチナとか、アメックスビジネスゴールドとか、そうなんですけども、この、
わかります？カード番号ね、あのプロパカードってもう表に番号ないんですよね。多分グリーンも多分ないと思うんですけども、裏面にねカード番号とか有効期限とかね記載されるようになってまして、セキュリティコードだけねこの私の指の部分にねある感じなんですけども、まあ、こういった感じでねあの番号はもうね表に記載されないんですよね、プロパカードだと。でもやっぱりねあの定型カードはねこのまんまみたいなんですよね。はい、ですのでこのマリオットボンボイのプレミアムカード、まあこちらプレミアムカードになりますけども、まあこちらもね普通に凹凸のあるねカードっていう風になっておりまして、まあ表面にね番号があるっていった形になるんですよね。まああの凹凸がねないカードにね今後なっていくんですかね。まあ去年ね発行されたこちらのヒルとアメックスプレミアムカード、こちらもねあのフリックマークじゃなくて番号をねそのまま表に印字されておりますし、あの凹凸もねあるっていった形になりますんで、今後変わっていくんですかね。まあでも今回マリオットボンボイプレミアムカードが新しく出て凹凸のあるねデザインになっておりますんで、まあしばらくはねこのまんまでいくんですかね。まあこのアメックスのね普通のプロパカードのねこの番号がね表記されてないのもねあのかっこいいですよね。裏面にね記載がされているっていう感じでね、まあなぜかねセキュリティコードは表面にあるんですけどね、これはこれでちょっと不思議なんですけどね、セキュリティコードも裏でいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、私の指の部分にねあのセキュリティコードがね記載されているっていう感じなんですよね。で今回ですね、私ね切り替えていた形になっておりまして、本来ね私は8月か9月が年あのカードの更新月だったんですけども、まあそれをね前倒ししてねあの切り替えたっていう風になりますんで、もう私のねこの SPG アメックスのクレジットカードは使えなくなっておりまして、もう全てねこちらにあの移行してるっていった形になります。で本来ですねアメックスのクレジットカードを新規で発行した場合はですね、支払い口座の設定だったり暗証番号の設定とかね必要になるわけなんですけども、今回ですね私券面の切り替えで SPG アメックスを、ヒルとアメックスプレミアムカードのねあの券面に切り替えるためだけにねあの再発行したっていう風になりますんで、基本的にね全部引き継がれてるっていう風になりますんで、特にね何かする必要もなくですねこのままねあの利用することができるっていう風になっておりますので、まあ、この点はねあの覚えておいていただければなと思います。まあ私と同じようにですね、まあカードの券面切り替える方ね、まあ、少しはいらっしゃるかなという風に思いますので、この点はね覚えておいていただければなと思います。で今回ね同封されてきたのはこちらですね、海外旅行保険適用条件改定しますということで、あの海外旅行保険がね今後自動付帯からね利用付帯に、ね、変更になりますんで、こちらの案内とですね、であとね年会費に関するお知らせということで、こちらですねあの年会費がね変わりますよっていうのがですね記載されているっていった形になります。まあね今回ねスピージアメックスがマリオットボンボイプレミアムカードにですねもう中身切り替わってるっていった形になりますんで、私はね新しいカードを切り替えて手元にありますけども、このままねあの SPG 持ってる方もですね中身はね、マリオットボンボイプレミアムカードに、ね、なっておりますので、まあこのね年会費がねそのままほっとくとですね5月11日以降の方はね 49,500円のねあの支払いがねあのやってくるっていった形になりますんで、まあやっぱりねあのかなりね今問い合わせ等々もね混雑してるみたいなので、まあ、皆さんねあの解説動画私何本か出させていただきましたけども、この年会費の部分はね確実にチェックしていただいて、まあ、自分がねあのいつ年会費来ていくらの年会費なのかっていうのはね確実に把握してください。もしねどうしてもわかんないよっていう方はですね、あのちょっとね混み合ってるかと思うんですけども、 SPG アメックス裏面のね、アメックスのデスク電話していただければそちらも回答していただけると思いますので、この点はね覚えておいていただければなと思います。まあこんなところですかね。私のようにですねこの SPG アメックスから新券面ねあの欲しくて切り替えた方はですね、こちらもうね番号変わってるっていう風になりますんで、 SPG アメックスの時代にメインカードに利用されていて継続的なね支払いに利用されてた方は番号が変わっておりますので、この点だけですね本当に注意していただいて切り替えね忘れないようにしていただければなという風に思います。ということで今回ですねマリオットボンボイプレミアムカードがですねとうとう手元に到着いたしましたので、皆さんにねお見せさせていただきました。まだね到着されてない方もですねおそらくね私3月2日にね到着しておりますので、まあ、2月の24日ぐらいにね
切り替えた方はですね、もうそろそろね到着されるかなというふうに思いますので、ポストチェックしていただいてですね、楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。